ケミさんを探れって簡単に言いますけど、こっちは彼女の住所も知らないんですよ。街をブラブラ歩いていても見つかるわけじゃなし、いっそ要まどかさんに張り付いてみましょうか。エイミーがまたお店の前に。にひひひひ。攻略法はすでにゲットしてあります。エイミーちゃん、カリカリですよ。しかも前回の反省を生かしてちゃんとチキン味。さあさあ、おいでおいで、たーんとお食べ。中の記憶持っててよかったですね。にひひひ。前週の記憶？さきえさん。あ、いえ、先週の記憶です。学校の友達からエイミーはチキン味が好きだって聞いて。あらあら、私の他にも真実にたどり着いた人がいるなんて、なかなかやるわね。そうなんですよ。でも私ほっとしたわ。まばゆちゃんにもお友達がいたなんて。ぼっちで悪かったですね。ありがとうございました。そういえば自動車工場の見学大変だったって。整備不良で煙突が崩れるなんて。まばゆちゃんは大丈夫だった？ええ、私は遠くにいましたから。ま、全部嘘ですけどね。本当は整備不良じゃなくて魔女が暴れたせいで、私はその魔女を倒す魔法少女なんて話したら余計な心配をかけるどころの話じゃないし、ここは適当にごまかすしかないですね。で、あれ、さきえさん、ケーキの注文もう全部作り終わりました？あ、忘れてた。テペロ。これだからさきえさんは。まばゆちゃん、注文の詳細読み上げてくれる？退院祝いのケーキだったと思うけど。はーい。あけみ。ん？何？あけみ、あけみほむら。これ、あけみって読むんだ。退院祝いのメッセージっていうことは、もしかして、長く入院してて、休学してたとか。だから、地域別の名簿に載ってなかったのかも。もう一度その線で探ってみることにしますか。よかったら、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。まっけん！さすが